どうも、こんにちは。即課塾の久保です。11月30日、ツイッターのトレンドワードは、一律給付金を年内に国民全員にということで出てますね。えー、ちょっと言葉の前後しているところはご容赦いただきたいんですけども、えー、これはね、昨年もその一昨年も語られていたことなんですけども、やっぱりね、このままだと物価高騰や増税に対して年が越せないよということでね、えー、結構こういった デモっていうのがね行われてるわけなんですけどもなんか片っぽではですねものすごく皮肉な意見があって年が越せないって言ってもう3年目だよねみたいなね、まあ、そういう内輪もめはねちょっといいとして、えー、確かにね今回過去最高の増収、えー、税収ですか税収ってのが3年連続できてるわけですよ、まあ、つまり国民を締め付けた挙句税金ががっぽり取れているという見方もできますしまあ感染症に対するね 様々な施策、補正予算によって、そのバック、つまり税収が上がってきたとも言えるわけなんですよ。で、今回の補正予算もなんと29兆円を積むわけなんですけども、いや、この29兆円を積むんだったらね、一発消費税を免除にすれば、まあ、20兆円ぐらいは、こう、ペイできるわけなんですよ。まあ、ですんで、29兆円の補正予算はね、わざわざ組む必要があるのかなと。うん。まあ、そういうところありますよね。 この29兆円の補正予算を組むのと消費税を例えば1年にしてもね2年にしても限定的にゼロにすることっていうのは全く同じ効果を生む、うん、そればかりかその消費税っていうのは社会保障の重要な財源だと言いますけども片っぽではですね29兆円もばらまいているわけなんですよで差し引きしてこれは消費税なくしたのと同じ効果なんじゃないかなと思うわけなんですよね でしかもすごく簡単なんですよ消費税を停止するっていうのは。補正予算を組む審議ですとかそれに対してのさまざまな対応とかっていうのするよりもしゃあじゃあ消費税をなしにしますよ徴収しませんよ免除ですよっていうような期間を設けるっていうのは消費税の計算をして申告するっていう手間をあらゆる事業者にまあ減免、まあ、するってことですからねすごく簡単なんですよね。まあ、ただね、こののの補正予算の行き先っていうのは、 実は、ね、消費税と全く違った効果なんですよで消費税っていうのは全てお金を使う人から巻き上げるわけなんですけども補正予算っていうのはですね特定の業者ですとか特定の人物にピンポイントで届けることができるんですよということはお金を渡したい人を選ぶことができるんですよねちょっと現実的にはありえないんですけども学校の仕組みを例にとってみましょうか、えー、登場人物は一般生徒と学級委員とそれから学校側です 学校側が政府だとするとですね学級委員に特別な権限と同時にお金をドーンと与えるわけなんですよで学級委員っていうのはそのもらったお金を誰のどこに使うかが選べるんですよねところがこの学級委員お金使わないんですよところで学級委員だけが太っていくとで、そういった構造を隠したいわけなんで学級委員は生徒たちに、まあ、おかしなことをね言い続けると自分がお金を隠匿していることを隠して 政府たちには俺たちってひどい目になってるねっていうふうな同調するわけなんですよもう一回この国の仕組みに話を移してみますと国債発行が行われて29兆の補正予算が特定の事業者ですとか特定の人物に配られますよねで特定の事業者っていうのは内部留保を一生懸命して事業投資とかあ人の雇用っていうのをしないわけですよ、まあ、つまりは制度会長が与えられた権利とかお金をそのまんまね インテしているような感じなんですよね。でも自分は太るから全然文句ないんですよ。そして自分の支持をする政党ですとか権力者に対してさらに媚びへつらっていくっていう形です。うん、まあ、現実に起こりうることではないのでこの学校の例っていうのねあの例としては不適当なのかもしれません分かりにくいのかもしれませんけどもで結局ですね補正予算っていうのはうん特定の事業者に行ってその事業者は内部利益をさらに高めていくってことなんですよ。 でその事業に関わっている経営者っていうのは個人的にも自分の懐が膨らんでいくとそういったおいしい立場にいるんで自分の影響力の及ぶ限り現在の増税を支持するって形にもなるんですよねで、まあ、片っぽではですね増税っていうのはあのすごく回収しやすい税金なんですよすべての人からあまねく取れますんで安定財源と言いますただしやっぱりあの所得の低い人にはすごく負担が重いんですよね うん、でこの議論というのはねあの所得が低くて苦しいんだったら勝手に金持ちになれよっていうね、まあ、そういった論調にもなるんですよね、まあ、そうすると今度はね一部の人しか金持ちになれないんだっていうふうなね、まあ、水掛け論が始まってしまうわけなんですよだからこれはもう単純にどっちの側に立つかなんですよね結局いわゆる弱者っていう言い方はね私も適当じゃないと思いますけども弱者救済のためには金持ちから取ればいいのかって話なんですようん 一生懸命自分の知恵を働いてそして寝る間も惜しんでやっと金持ちになった人からはそうしなくて金持ちになれなかった人への補償という義務がもしね押し付けられるとしたら、うん、まあ冗談じゃねえよと俺は自力でやったんだとお前らの面倒なんて見てられるかっていうふうな、ね、考え方もあながちなくはないかなと思うんですよ。で消費税のことにしても他の税金にしても金持ちほどたくさん取られてるんですよね現状。 乱暴な言い方をするとあんまり稼いでない人ってほとんど税金払ってないつまりはおんぶに抱っこ状態なわけなんですよで増税をするとなぜか金持ちがいっぱい取られてるのに金持ちはそんなに文句は言わないんですけどもあまりお金がなくってね税金をそもそも払ってない人の文句の声がでかいということもありますまあでもこれはねどっちの立場に立つかによって感じ方や見え方が変わるんだろうなっていうふうに思えるんですよね まあどっちの立場にもいた私から言えるのは、うん、まあ平等や公平っていうのはないんでだからどんな不平等を自分がね受け入れていくかってこととこの世の中の仕組みを作ろうとしている方や作ってる方を私たちがどう選んできたかってことなんですよね現状で国政選挙半分の方がその票を放棄してますですんで選挙に行かない方とか権力者を選んでない方が 今度ね、その捨てていた票をどこに投じるかによっておそらく世の中はひっくり返るんじゃないかなと思うんですよ、うん、だからといってね自民党以外の政権にどこにお願いすればいいのかってことは非常に悩むことだと思うんですよねで今回ツイッタートレンドに一律給付金を出せというふうに来てるのは私もねそういった戦いきさつを抜きにしてもやっぱりやった方がいいんじゃないかなと思います、うん、もしできないんだったらっ消費税の1年間のね停止とかね 元々の欠陥税制であり、しかも導入する時期がむちゃくちゃ悪かったこの消費税っていうもの廃止っていうのが一番いいと思いますけども今のところ消費税廃止を訴えるといるのは、まあ、一貫して令和新選組だけっていうことになりますんでねじゃあ令和新選組を支持するのかってことになるとこの税制や国民の生活以外の面ではこの令和新選組もやっぱり素人なんでねそう考えていくと、うん、残された選択肢っていうのは、まあ、自民党が令和新選組の税金に対する 政策っていうのを、ね、やっぱり取り入れてくれるという、まあ、部分的な共闘ってことになるのかなと思いますけどもね、皆さん、どのようにお感じになるでしょうか。とにかく、今年中に一律給付金が実現するってことはもう時間的にないと思いますけども、まあ、でもね、もしそういうことが年明けにでもあれば、本当に救いになるんじゃないかなという気持ちはありますでは今回は以上です。